花火作品4は、イーゴリ・ストラビンスキーの初期の還元楽曲。スケルツオ形式によるオーケストラのための幻想曲だが、演奏に5分とかからない、文字通りの商品である。ストラビンスキーが作曲家として名を上げる上で役立ったが、成熟期の代表作として認められてはいない。その後の作風に比べると、大部分において非常に超的ではあるものの、 特徴的な響きもほのめかされている。ストラビンスキーの自伝によると、花火は1908年に、恩師ニコライ・リムスキー・コルサコフの娘のナジェージだと、同門の作曲家、マクシミリアン・シテンベルクとの結婚を記念して、作曲されたが、リムスキー・コルサコフはその年の6月に亡くなったために、演奏を聴くことはできなかった。ストラビンスキーは、死の強くのために、 葬儀の歌を作曲したが、それ以前に、花火は一応の完成を見ており、シュテインベルク夫妻は7月11日に曲の感想を書いている。その後も改良を続け、実際に完成したのは1909年の5月から6月と考えられる。事伝によると、花火は1909年にアレクサンドル・ジロティの式によって幻想的スケルツォと共に初演され、 初演を聞いたセルゲー・ディアギレフがこの時からストラビンスキーと親密な関係を持ったことになっている。しかしこれは正しくなく、花火の公開初演は翌1910年1月9日であって、すでにストラビンスキーは火の鳥を描いている最中だった。ウォルシュによると公開初演の前にも詩的な演奏を何度か行っていたため、その一つをディアギレフが聞いた可能性は十分あるという。 1917年にバレーリウスは花火をローマで上演した。四季はストラビンスキー本人により未来派のジャコモバルラが舞台装置を担当した。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットさん、ファゴットに、ホルンドク、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、トライアングル、シンバル、オーダイコ、クロッケンシュピール、ハープに、チェレスタ、 言語部演奏時間は約4分。ありがとうございます。